別注ひだまさをシーバスに使う予定です。どこをいじればいいですか。単純に針スプリットリング、ついてるやつをそれ取っていただいて、通常の7番ぐらいのスプリットリングに変えます。あれ太すぎて重たすぎるんですよ。そこからですね、サブロック BC、30な針をつけるか、ドラゴンタチウオの、20号、これをつけるとクイックイック、別注ひだまさってこうやって浮いてるんですよ。こうやって浮いてブーンブーンブーンとこう動くだけなの。これが今のスプリットリングを変えてフックを軽くするとこうなるんですよ。とドゥイッ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 と動くんですよ。ね、前見せたよね。今色、塗ってる最中です。つーちゃんがあそこにあります。あそこにあります。あれ。はい、これが別注シーバスです。はいはい、つーちゃんが塗ってます。はい。針の色で超過ってかなり変わるんですか。某シーバスプロが、デイシーバスに 黒針は超過が落ちるから絶対使うなって言ってました。へえへえだねこれ全然そんなことはないと思うな。ただ黒のね針って海で使うと錆びやすいのよ。けど黒針っていうのは基本的にちょっと不純物が多いんで、どうしてもシルバー系の針よりもこう錆びやすいんですね。それで海の針に黒針を使ってない。だから基本的には黒針が出た時にですね、圧倒的に黒針が釣れるということで、一気に黒の針が流行ったんですね。もうシルバーの針よりも圧倒的に黒の方が使えば使うほど釣れるんですが、ところが今度針がすぐ錆びちゃうっていうね欠点があるわけですよ。海系の針はシルバー系ということになってるわけです。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えしている。村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく